今シリーズは特進がかかった競争になりますね。そうですね、もうとりあえずみんなには特進してこいって言われているので精一杯頑張りたいと思います。どうでしょう、緊張というのは。まあないって言ったら嘘だと思いますけど、もちろん緊張はしてますけど、まあでも特進狙ってないって言えば嘘になるんで、特進はしっかり狙っていきたいと思います。怪我などもありましたけど戻ってきましたか。そうですね、やっとこそこうマシになってきて、だいぶこの成績につながってきた感じはありますね。ギア規制などはいかがでしょうか。そうですね、ギア規制がかなりの追い風になって、早くこう復帰できたと思います。近況は決まり手まくりの方が多いんですが、戦い方はどうでしょう。そうですね、やっぱ A 級になると僕より若い子がやっぱたくさん出てきたので、そういう点にで、まくりが増えてきた点もあります。まあ、でもまくりに構えているわけではないので、流れでいけるところはいきたいと思います。初日特戦はどう戦っていきますか。とりあえず消極的にならず、いつも通り頑張りたいと思います。今季14年ぶりの A 級戦なんですが、走ってみてどうですか。まあ自力が出しやすいなっていうのはありますけどね。はい、ギアが軽くなったことはどうでしょうか。もともと回すタイプなんで、ちゃんと準備してたんで対応できてます。今回は京都勢いいメンバー揃いましたね。そうですね、なんとかみんな決勝乗って、同じラインで走れればいいと思います。はい、初日特戦は自力ですが、どう戦っていきましょう。いつも通り自力自在に、好位取って自力を出すという形ですね。はい、どちらかといえば先行よりこうまくりかましタイプの方が多いメンバー構成ですね。そうですね、残り一周ならどこからでも仕掛けるつもりなんですけど。はい、